趣味部屋へようこそ。今回はね、ガチャガチャやってきました。はい、何をやってきたかって言ったらね、ドラゴンボール09UG ですね、アルティメットグレード、こちらをね、ガチャガチャしてきました。はい、ではね、とりあえず出た順に、ご紹介していきたいと思います。全4種ですね。はい、まあとりあえずコンプできたらいいなということでね、まあ4種なんで4回やりました。はい、その結果、順に見せていきます。まず1個目、はいはい、ブロリーいきなり出たんですよ。1個目でいきなりブロリーが、わおって感じやったぜって感じだよね。なんか今回からもうあれなんだね、このミニブックがあれもう白黒みたいな、金かけない方式になってんだね。まあそれはどうでもいいんですけど、はい。で、2回目やりました。そうすると、じゃじゃん！見えます？赤い髪が見えたんですよ、赤い髪。で、戦闘服を着てるってことは、もうベジータですね。ベジータゴッド。はい。こちらが2個目。はい。で、よし、3個目いくぜ！つって、3回目。ガチャガチャ！パコン！じゃじゃん！ブロリー2体目。まあ、ダブりましたけどね。ブロリーは2体いても全然いいです。はい。で、とりあえずラスト。もう4回って決めてたんだね、今日は。はい。ラスト、出たのが、こちら。じゃじゃん！ゴジータ！ゴジータブル出ました。超やったね。これは欲しかったんですよ、ゴジータブルは。やったねって感じだね。ではね、早速ね、ちょっと組み立てちゃいましょうね。この、とりあえずね、4回しかやってないんでね、3体、組み立てちゃいます。はい。はい、ということでね、組み立て終わりました。見ていきましょう。まあ、出た順に見ていきましょうね。まずはブロリー。すんごいかっこいい。めちゃくちゃかっこいい、これ。出来が半端ないな、これ。やっぱ500円だけあるよ。めちゃくちゃトゲトゲしていて。で、クオリティも凄まじいね。いや、文句のつけようがない、これ。いやー、これをガチャガチャで手に入れられるのがいいね。これちょっと塗装のはみ出しがあるっぽいね、これね。まあ別にそんなのはいいんですけどね。2体あるし。はい。いや、これはいい。めちゃくちゃかっこいい。なにこれ。はい。ブロリー。で、続いて、ベジータ。はい。いや、これね、何気にすっごいいいんですよ、このベジータ。うん。いや、ブロリーはわかるけど、ベジータもすごいよくできてる、これ。まあね、よく見ると肌がテカってるのわかると思いますけど、まあ、このテカリはあえてのテカリなのか、どうなんだろうね。でもすっげえよく似てる。完璧でしょこれ、このクオリティでね。雪原に立っているね、ジオラマがついてますね、台座。いやこれマジすげえんだけど、このベジータ。ベジータ出来いいな、これ。ね、もうこんな出来いいと思わなかったな、ベジータ。これ UG 史上最高のベジータですよ。はい。で、ラスト。3種類なんでね。はい、こちら。じゃじゃん。スーパーサイヤ人、ブルー、ゴジータ。めっちゃかっこいいね。やっぱかっこいい。すげえな。
やっぱねここら辺はねもうブロリー同様ね、これはもう文句のつけようがないですね、うん、いやもう完璧、やっぱこのシリーズ大好きなんだよね俺、出来がすごいんだよ本当に、もうものすごいよかっこいいこれ、いやいいねこれ。まあね全4種ということで、なんか、黒髪のね、ゴジータが出てないんですよね、黒髪どうすっかな、まあまた、買います、普通にまあショップで買うか、フリマアプリで買うかオークションで買うかして、このシリーズはね全シリーズコンプしてきてるんで絶対コンプします。はい、じゃあちょっとねおまけで歴代のブロリーと比べてみますか。はいはい、ではねまず、こちらの、前のね劇場版ブロリー、はい、いやこれもすごい出来いいよね、半端ないわ、いやすげえな、いやこれはすごい今回のブロリー、ちょっとピントが合わないよし、うわどっちもいいこれ、うわすごいね、こっちの方が若干ちょっとあれだね、筋肉が痩せてる感じがあるね、こっちもすげえ横に広い感じ、はい、で、続いてがプレミアムバンダイ限定の、スーパーサイジン4のブロリー、これもすごいよな、半端ない出来、うわこう並べんでもすっごいね、うわやっぱブロリーに外れはないっていうね、うん、すげえなー、もう顔検知がねこっちすげえすんのよ、顔検知こっちしないんだけどね、うん、まあ多分クリアパーツとか使ってるからかな、うん、いやすごい、やっぱブロリーはこの3体ブロリーすげえ歴代ブロリー、いやいいね、飾り映えする、はい、あとねちょっとお知らせなんですが、以前にね、コメント欄で、ドラゴンボールの、プラモデルが出ていると、はい、そういうコメントをいただきまして、ぜひねそちらを作ってみてくださいっていうのでね、リクエストをいただいてたんですよね、結構前です、はい、で今日ねちょっと、ショップに行った時に目に留まったやつを、買ってきました、それをね組み立てていこうと思っています。はい。で、何を組み立てるかって言ったら、こちらですね。ちょっとこれを引きます。はい、こちら。はい。伊賀手の極意。はい。こちらのね、フィギュアライズスタンダードっていうね、プラモデル。それの身勝手の極意の極。こちらがね、なんか、こうパッケージ面を見るとねすげえかっこよさげなんだよね、はい、で初めてねガンプラ以外に作るプラモデル、はい、これにねちょっとねと挑戦してみようと思うんですよ、まあ、つっても組み立てるだけじゃないです、自分の場合は、一応ね、エアブラシで塗装して、この見本よりねかっこよく仕上げたいと思います、はい、なので皆さんねぜひねこの機会にねチャンネル登録してねぜひこの身勝手の極意の悟空がどういう仕上がりになるかっていうのをね、ご期待してお待ちいただければなと思います、はい、あとね、今日
プレミアムバンダイからとある商品が届きました。そちらもね、まあ言っちゃいますとフィギュアーズゼロ、はい、こちらブロリー出てますね、はい、届いた人は多分今日届いてると思うけど、うん、そちらをね、次回、開封していきたいと思いますので、この機会にねチャンネル登録してお待ちいただければなと思います。ということで、今日は以上で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。